みなさんこんにちは、カメマルコです。はい、みなさん、今回はですね、めちゃくちゃ嬉しい報告があります。はい、サムネタイトルにもある通りなんですけど、私こちらの動画、はい、ショーンタムさんとのコラボの動画を撮って家に帰ってきたら大変なことが起きたんですよ。家に帰ってきて、とりあえずこちらをご覧ください。やばい、今ね、床材をね、変えようとしてさ、これさ、ちょっと危なかったの、超危なかったの、ここ。あー、見てみんな、卵埋まっとるよー。卵埋まってる。ヘルマンリクガメの卵です。ちょっと待って、これ怖い。ちょっととりあえずここに入れるぞ。え、めっちゃ埋まってんじゃん。有精卵だったらいいね。卵が埋まってたんやね。え、なんかいっぱい埋まってんだけど、めっちゃ埋まってない？やばい。あんま上下逆にしないとしたら、これをこのまま、やば、え、めっちゃ産んでない？なんかめっちゃ産んでんだけど、こっちにもあるじゃん。ないかな、さすがに。あ、まだあった。上下逆にならないように。え、待って、まだあんだけど。やばいんだけど。めっちゃあんだけど。マジで？やば！どうしよう。ちょっと待って、めっちゃ詰めるか、一回。これで終わりかな。さすがに、ちょっとでも慎重にね。怖いよ、これ。あ、ねえねえ。よし。1。よし、最後の1個か。はい。すごっ。めっちゃ産んでる。1,2,3,4,5,6,7,8,9個。前回の1個と合わせて10個産んでます。そんなに入ってたの、まるちゃん。お腹に。あとは大丈夫そうかな。怖いよ。あとは大丈夫そうです。まるちゃん頑張ったねー。まるちゃん。頑張ったね。ちょっと心なしか軽くなったかな。あんなたくさん持ってたんだね、お腹にね、まるちゃんね。よかった。へい。はい、ということでですね、やばくない？ 9 個よ、9個。あんなにさ、たくさんさ、まるちゃんのお腹に入ってたんだね。マジでびっくり。すごくない？で、全部合わせて10個だからね。いや、あんなに産んでると思わなかったというか、ほんとね、ヒヤヒヤしてたんですよ。卵詰まりにならないかなって思ってて。もう、たくさん産んでくれてよかったです。まだ第3クラッチあるのかどうなのかな？ 10 個も産んだからもうないのかちょっとわからないんですが、今後もね、気をつけて様子を見つつね、まるちゃんを見守っていきたいと思います。いやー、どうなるかな？まあ、全部無精卵の可能性もあるからね。ちょっとわかんないんだけど。すごくない？あんなにさ、出てくんの、マジでなんかウミガメの産卵の卵出してるようなね、イメージというか感じがしました。
うん、あれ床材をやる前に結構しょっちゅう確認してたので、多分ね、産んでから1日も経ってない、結構生まれたてだと思うので、多分発生はね始まってない状態だとは思うんですけども、はい、なんで卵もね置き方的には大丈夫かなとね、何か間違っても大丈夫なのかなとは思ってるんですが、ちょっと今後ね、ちょっと次はちょっと卵が有精卵かどうか、もうちょっと時間が経ったら確認したいと思います。うわー、どうなるんだろう。はい、ということでね、とりあえず良かったです、まるちゃんがねいっぱいお腹から出してくれて。ということで今回はそんな報告の動画でした。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。皆さんコメントの方お待ちしてます。以上、亀丸子でした。バイバーイ。